よしよしよし。これ、上昇気流出てるよね。登らせてもらうぜ。いたー。はいどうも、ネクラスです。さあね、今回も、ブレス・オブ・ザ・ワイルド、旗物語編やっていきましょう。前回こちらの、なんかいる。バルッタに侵入したところなんで、まずは、マップを取って、制御端末を起動してと。行ったところから、跳ね返せなかった。お気に入りの防御力35の兵士の盾が、もう壊れちゃうわ。いたいたいた。この距離であいつ撃ってくるのか。まあこの実況もなんと自分のチャンネルで7回目ということで、このブレス・オブ・ザ・ワイルドの実況が、まあ神獣の中は特に変わらないので、まあスルーでいいでしょう。そしてここに100ルピー取っておいて、最後の神獣じゃないな、何だっけ、カースガノンか、水のカースガノンやね。うわー、画質綺麗やね。この怨念のさ、赤黒い感じがすごい綺麗でいいよね。BGM がいいね。ここは、ま、騎士装備してもいいけど、まあ、せっかく、ま、ボス戦なんで、リンクの、この服のまま行こう。で、攻撃力アップの飯はね、前回つけておいたんで、がっつり食って、で、装備どうしようか。多分、ラッシュ取ると思うんで、まず槍から。さあ、来いよ。来いよ！オッケー！で、槍で行くぜ！おー、いいダメージ、いいダメージ。ダウン取る？よし、ダウン取って、はいはいはい。で、ディレイ入れて、はいはい。ほいほいほい。よしよしよし。まずオッケー。第一段階は完璧に近いんじゃない？やっぱラッシュ取る場合は槍がいいよね。すごいダメージ入るから。さあ、第二段階は足場がすごい狭くなるが、おかげで、まあ、アイスメーカー自体は第一段階から作れたけど、もうここはもう空飛んでるんで、素直にアイスメーカーから、あーそれやめて、それ一番ブレワイでやったらいけないこと。ほいよ。で、武器は、ま、さすがに重心でいくか。ほいよ。で、爆弾矢で、やべ、HP 回復してる。この威力は、この威力は、よし、ハートの器回収して、ようやく、ハート1個増えたね。やったぜ。ありがとう。おかげで私の魂は解放されて、このルッタも取り戻せた。でも、昔のように遊ぶのは、もう無理みたい。治癒の力も魂
魂だけになった今の私にはもう使えない。だからあなたに託すね。私の力、ミファーの祈り。昨日までずっと泣き続けてた。魂だけになってここに囚われて、これから永遠に一人きりなんだって。だけど今日あなたが救ってくれて、こうしてもう一度会えた。そしてこれからは私の力があなたの助けになれる。だからもう大丈夫。じゃあ行くね。私とルッタのお役目を果たさなきゃ。あなたがあの城でガノンと戦う時の援護、今度は失敗しないから。リンク、あの人を、姫様を助けてあげて。私はリンクの役に立てる。あの人がハイラル城で厄災ガノンと戦うとき、助けてあげて。あなたの一撃でできるだけガノンの力を削って、それがリンクにしてあげられる最後の助けだから。ガノンを封印できたらハイラルに平和が戻る。あなたと私も役目を終えられる。お父様、お元気かしら。私、わがままばっかりでいっぱい心配かけて。できればもう一度会いたかったな。ミファーの祈り、やったぜ。まあ死ぬことはあんまりないかなとか思うけど、でも旗物語編死にまくってるからね、意外とミファーの祈りが使う場面出てくるかもね。今はこうハート限界突破の料理いっぱい食ったからあんまり死なんとは思うけど、それでもそんなに量産できてるわけではないから、まあお世話になる時が来るかもね。やっぱりブレワイのリンク君はこのトアプリの黄昏の勇者服がすごい似合ってると思う。なかなかお気に入りの装備。ほら、かっこよくない？
髪型もね、実はちょこっと変わっていて、ほら、本来は、リンク君から見て、右の髪の毛に流してるって感じではあるけど、これを装備すると、ほら、逆向き、左側に流すっていう感じに若干変わったりする。まあ、これはあとアプリ仕様になってるね。確か時岡の勇者服を装備すると、反対側に流れた気がする。で、ミハーさんの槍は、どうしようかな。ミハーさんの槍も、ライネルの槍はそろそろ壊れそうなんで、カースガノンに使ったし。氷の槍に変えよう。ちなみにめちゃめちゃ弱いです、この槍。確か、フララットさんやんね、君。こんばんは。そうそうそう。で、ライネルさんの写真を撮ってこいという、なかなか鬼畜な、あれがライジュウザンです。ライネルという赤い盾髪を持つ魔物が住み着いているそうです。他のライネルでもいいので、写真を撮ってきてもらえませんかと。任せろ。ライネルは、ライネル狩りの先輩特許なんで。ちなみに報酬は500ルピーでお願いします。ミニチャレンジ、ライネル調査。旗物語編はこの、ね、サブクエストを中心にやっていこうと思ってるんで。んで、とりあえずさ、ここのマップは開放しよっか。果ての村の。なんかここぽっこり、ぽっこり空いてるのちょっと違和感あるもんね。そして、ようやく、真珠一体解放したということで、おそらく、アミーボの出てくる内容がすごい豪華になってるんで、多分ね、ゼルダの、黄昏の高級が出るはずなんで、ちょっとやってみよう。出ねえな。結構回したけど、出ない。もしかしたら、真珠二体討伐が必要になってくるとかいう可能性あるのかな。結構回してもね、この、騎士の意味が結構出たけど、それが一切出なかったから、もしかしたら、真珠二体解放とか、それとも討伐ポイントをもう少し貯めるとか、関わってきそうやね。そしたら、あそこの塔に向かって行こう。ちょうどピン打ってるね。なんか無意識にウィンドウォームしようとしてたわ。あれ？お月さん、雲に隠れてる。すげえ。なんか、あんまり注目して見たことなかったけど、ちゃんと雲に隠れるってことはあるんやね。多分あそこに月があるはず。あそこが若干明るいんで、いや、やめてーん。スタルちゃんやめてーん。あ、てか、お馬さん使えばよくね。行くぞ、上獣に行くよ。最高ステータスの馬さん。あそこのさ、拠点落とそっか。あ、なんか空に飛んでるのもあるし。カースガノン一体倒したんで、カースガノンってすごい討伐ポイントが高いモンスターっていうか、敵になってるから、おそらく、白銀とかが結構出るようになっているはず。今だ！よし！ナイスエイム？まだ白銀くんはいないかな？あそこどうやって上がろう？あの奥。上からパラセルできるかな？クロちゃん！ほい！ちょ。いや、ここはさ、爆弾置いて逃げましょう。下から、ドン！よしよしよし！キースさんをまとめて倒していく。さあ、来い。横。で、こういうカップもついてるんで、さあ、これで。結構硬えな。結構硬えな。おいよ。まあ、言ってでもこれ、兵士の剣やもんね。よしよし。ちょ、爆弾や？いや、違う、さっきには火薬たら投げてるのか。あ、ハグリンくんいるやん。何してんの？仲間割れですかい？おい。あ、これ封印できる？あ、できねえか。いたたたたたた。撃ってこないで。こっちの弓の方が早いね。さあ、ハグリンくん。ほいよ。剣壊れちゃうんでこっちで行きましょう。ラッシュもミファーの槍使った方がいいか。壊れる。ミファーの槍使っていこう。使わせてもらうぜ、ミハーさんよ。行くぜ。最後に一発はしない。吹っ飛ばさないようにね。で、もう一回ラッシュ取った方が大丈夫。大丈夫ってどういうことや。ちょっとなんか効率はいい。あー、落ちないで僕の宝石が。あー、怖く、あ、トパズいいね。白銀狩るとね、すごいお金、金策になるんで。よし。あれ気づいてないポコちゃんいるぞ。あ、しかも、やりちゃんやし。やりじゃねえ。ゆみちゃんやし。オッケー。僕、ゆみとかいらんないよ、こんなの。オッケー。木の矢5本、ナイス。木の矢が96か。まあ、100本もあれば、そんなに困ることはないでしょう。あ、いいもん持ってるじゃねえの。しかもこれ、それ、騎士の剣じゃね？もらうぞ。いただくぞ。その騎士の剣を。よし。騎士の剣と兵士の盾。兵士の盾大好き侍なんで、
今の兵士の盾と乗り換えようか。もうこれ壊れかけやしね。防御力アップがついて22。騎士の剣は通常通り。やっぱ騎士の剣かっこよくていいよね。王家の剣と騎士の剣。てか、その片手剣が大好き。なんかこの装備気に入ってるわ。この、トワプリのさ、黄昏の勇者服と、兵士の盾。で、騎士の剣、騎士の弓。まあ、騎士の、兵士の剣ですけれども。なかなかいいよね。似合ってる。おぱーるーん。え？あ、すごい！一瞬の弓じゃないこれ。わあ、こいつ、一瞬の弓持ってたの。このボコちゃん。だから、一瞬の弓が欲しいなっていう場合は、このハテナ砦じゃねえわ。ハテナ塔から、こっちに来るとゲットできると。これは一ついいこと知れたんじゃない？まあ、一瞬の弓いるかって言われたら別にいらんけど。別にいらんけども。でも一瞬の弓ってなかなか貴重やんね。さあ、ここにもボコちゃんとかいるね。あ！竜骨ボココンボ持って、痛い。オッケー、ラグドールバグナイス。竜骨ボココンボは結構強いよ。攻撃力高いんで。いや、小飛びでした。間違えた。A と X 間違えました。そう来るか。ほい。あ、これってラッシュ取れたよね。モリブリンは確かラッシュ取れるのよ。あの、おたけびの後。じゃあ、ミハーさんの力借りよう。よーし。取れる？うん、取れないか。まあ、でも、コンボシリーズって意外と耐久値少ないからね。エレキロット捨てよ。エレキロットも耐久値少ないし。ここは、耐久値少ないもの同士交換といったところかな。で、イバラがすごい生えてるけど、まあ、ここはファイアロット使ってないわ。これ使うか。火炎の体験。あ、まだなんかいる。松明持ってる。おい、あ、なんか今日は縦パリーが発動してくれねえね。てか、ミハーの槍耐久値高っ！全然壊れる気配ねえな。なんか勝手に死んでる。命は1個しかないぞ。ドラゴンボールはねえから。これ火つく？よしよしよし。こうやっていこう。さあ、果ての塔到着。で、ここも燃やしておきましょう。ぐるぐるいきますよー。え、燃えない？よしよしよし。これ、上昇気流出てるよね。登らせてもらうぜー。いたー！よし。今度こそしっかり登れた。てか、うわ、すごっ。そこまで燃え広がるのか。じゃあ、こういって、ここで右上。ナイス。で、この、強化された圧倒的スタミナ。強化されたけどさ、その、黄色いのあんま使いたくないよね。間に合い、間に合い、間に合い！あー、黄色いのちょっと使っちゃうか。なんか、嫌です。よし、この辺の一帯のマップゲット。これで右下ら辺はある程度制覇したんじゃない？ほら。てか、右下しか解放していねえな。じゃあ、どうしようかな。やっぱ、リーバルトルネードって便利やし、ここにも祠のピン何個か売ってるんで、まあ、ここから馬に乗ってぐるっとこう試練の方から取りつつ、リート方面向かおっか。確かさ、この試練の方からは、レイネのおばさんじゃないの？なんかそんな気がしてきたよ。あ、なんかいるぞ。なんかいるぞ。なかなかいい体してるね。剣術や弓の経験もありそうだ。あー、言い方んか。なんか顔真ん中に寄ってないこれ、君。スーク・タクマシー、豪華様率いる憎き勇者を倒す戦闘集団のことだ。実はね、イガダンって、なんかあんまり覚えてないけど、もともとまあシーカー族で、なんか迫害されたよね、なんか知らんけど。ほいよ。だから別に、もともとね、悪い人ではないっていうのがね、ちょっと悲しいところよね。シーカー族がイガダンになったのは、ハイラル王家が関係してて、何だかな、結構ハイラル王家も昔はあんまりね、いいことしていなかったというか、そんな感じだった気がする。よし。宝箱だけはもらいますよ。あれ？なんか倒れてる人いない？ほら、暗い。あー、当たんねえか。当たんねえか。君爆弾やとかやめてね。
あ、いらない。なんか倒れてる人いるけど知らね。いやー、その木の宝箱はちょっと、あ、ライネルに見持ってる木の宝箱はちょっと取れないな。は？あれは炎の矢？いや、爆弾矢か。いや、これは欲しい。どうせ下に落ちるのならこうしよう。で、あの爆弾矢は回収させてもらうぞ。5本か。まあまあまあ。あ、地味にいいガダンが持ってる2連弓落としやがった。いいもん持ってるね。あ、綺麗。いや、ゴミじゃねえかよこれ。あれさ、なんかここに石あるけど、これ絶対コログでしょ。ここにあるのはさすがにコログでしょう。やったぜ。コログの実。11個目。さあ、例の、おこばさんのイベントよ。いや、ここは、燃やして、上昇気流でいいよね。さすがに花燃やしたらブチ切れられるかな。この辺燃やす？あ、草枯れちゃうか。じゃあ、炎の矢で。じゃあ、ここちょっと連射弓で。どう？おいー！いや、これ安定やね。やっぱ上昇気流はすげえ強えね。流れに乗せて、ひろひらの祠。まあ、流れていくか。確かなんかね、水に流れてね、なんか宝箱があったりする。謎の祠やった気がする。あ、だから普通に宝箱沈んでるよ。さすがね、射程距離外。オパール。よし。やっぱ水には、水の宝箱はね、オパールが沈んでる率めちゃ高ない？あれはもう爆弾やで。ポン！なんかちょっともったいない気はするけどね。少しもったいない気はするけどね。だから危ない危ない危ない。あの赤いたる超怖え。てかなんか、アイスメーカー。んー、アイス、んーけど落ちていく。んー。ここって宝箱1個だけあったっけ？泣かれてるのは1個だけっぽいね。氷の矢。あ、そこは炎の矢ではないんか。あれってさ、属性矢で撃ったら爆発するかな？あ、さすがに爆発しない。さすがに湿気出るか。もう爆弾湿気ちゃってるか。あー、危ない危ない。よし、これでクリアかな。オッケー。宝箱も全部取ってる。よし、克服の証、3個目。さあ、ここ帰りどうするよ。なんやなんや。お花傷つけちゃダメよ。あ、これもしかしたら外に出してくれる？あー、よかったー。嬉しい。君は死んでもらいましょう。あ、なんか宝箱沈んでる。てか、水きれ。俺ね、ゲームは水のグラフィックフェチなんで、水のグラフィックが綺麗なゲームは大好きですよ。プラスキルピー。ちなみに今まで見てきたゲームの中で一番水のグラフィックが綺麗かったのは、ドラゴンクエスト11の PC 版。待って、あのガーディアンって何のガーディアン？動かないよね。まさか。あ、よかった。てか、ここ。ちぎれたガーディアンの足とかあるのこれ。ここ。なんか久しぶりに来たから全然覚えてねえな。へぇー。おー、てかなんか奥で襲われてるよ。まあ俺の知ったことじゃないね。試練の方からこっちなんで。なんか怪しい茨が見えてるぞ。絶対コログ。これはコログ。これでコログじゃなかったら、さすがに、ゲーム実況引退ですね。なんで火がつかないの？よし。あー、来い。よし、コロちゃん。コログの実、12個目。水より現れし、盾。なるほど。盾ね。アイスメーカー使えってことやろうけど。なんか今日は、アイスメーカーすごい登場するね。にゃん！ルッタも攻略したことやしね。さあ、左に宝箱。正面に、ガーディアン。あ、弱。あー、吸い付いてくれたー。宝箱が吸い付いて乗ってくれた。あ、こうなの？これ何個目？あー、3個目来たー。ビタロックプラスいけんじゃん。これ終わったら、アッカレ古代研究所行って、アッカレじゃないか、ハテナできるか、ビタロックプラスにしてもらいましょう。で、君たちはちょっと処理しておくか。この辺。ナイスー。この辺。あ、下手くそでした。すいません。オッケー。宝箱。これなんかダイヤモンドとかじゃなかったっけ？あー、騎士の剣いいね。ダイヤモンドより全然嬉しい。何がいらないかなー。まあ、これはいらんな。克服の証、4個目。あ、もう強化できるのはビタロックだけか。よし、コーダの子は、3個渡そう。チェッキー！行くぜ！
いやー、スピダロックプラス。これでも戦闘がだいぶ変わるよ。敵を止めれるか止めれないかってだいぶ違うからね。あと頑張りの器は2個。